つくば国際会議場は日本、茨城県つくば市地区園2丁目20番地3にある国際会議場である。2007年2008年における国際会議開催件数は日本第4位。愛称はエポカルつくば。館長は江崎レオナ。1999年6月につくば市中心部に開館した国際会議場である。年間50件を超える国際会議や 会議、研修、採用活動、イベント等に利用されている。また、指定管理者制度により、つくばコングレスセンターが管理、運営を行っている。ペデストリアンデッキの緑との同化を施行したガラスを、多用した建築物となっている。最大1258名収容の大ホール、300名200名収容の中ホール、多目的ホール、大会議室、中会議室。 小会議室、特別会議室、屋上庭園、レストランから構成される。また、大ホール、中ホール、会議室を映像で結ぶことにより、2500名規模の会議を行うこともできる。大ホールには400インチのプロジェクターが設置されている。他、6個とも同時通訳、衛星対応テレビ会議システムが整っている。2006年は自主事業を行っていない。 毎年1月終わりもしくは2月初め頃に、つくばサイエンスアカデミーが主催する、つくばテクノロジーショーケースが開催される。つくば市内に所在する研究機関が開発した、サイエンス、テクノロジーの展示を行う。また、つくばフィルムコミッションの支援により、映画やテレビドラマの撮影が頻繁に行われている。2010年8月10日には、 研究機関の集積する筑波市の特性を生かし、研究所を見学し、筑波国際会議場で資料まとめとプレゼンテーションを行うというイベントや、筑波サイエンスキャスティングワークショップが開催された。筑波国際会議場は、筑波コングレスセンターが運営している。指定管理者の7団体のコンソーシアムで組織されており、構成員は次の通りである。筑波駅と保険にあり、 列車と徒歩を組み合わせて東京都心から最速1時間以内で到達できる。つくば駅からはバスも毎時2本運行されている。周辺各地からは日立の牛久駅、荒川沖駅、土浦駅などからバスでアクセス可能。また高速バスにより羽田空港、成田空港からもアクセスしやすい。鉄道高速バス。ありがとうございます。